那覇着いたんですけど、もうめっちゃ暑いです。最高の気温です。那覇市26度、最高気温、最高です。ここは英文そばの2号店らしくって、1号店は昼の12時前で1時間ぐらい待ちだったんですけど、この2号店はもうすぐ入れそうなくらいなので、こっちのが良さそう。メニューは若干違うっぽいですけど、定番のメニューは変わんないっぽいです。国際通りから車で3、40分くらいでアメリカンビレッジに来ました。12月に海に入ってます。めっちゃ気持ちいい。ホテルは今回ササンリンクス、ゴルフ予約したとこで、そのままホテル予約しました。ちょっとゴルフ場で泊まるの初めてなので楽しみです。客室からのビュー、こんな感じ。目の前がゴルフ場で最高すぎる。まあ、お部屋はシンプルウェア、なんかゴルフ場のホテルって感じですね。高級感ある感じかな。洗面台、洗面台、お風呂、トイレはめっちゃ広い。こんな感じで、あ、浴室めっちゃでかい。なんとお風呂からベッドルームに行けるようになってます。やばいなこれこれやばい。ササンリンクス表、外観はこんな感じです。シーサーがいて、かわいい。もう沖縄感出てて最高ですね。今6時ぐらい、まだプレイしてる人たちいます。楽しいだろうな。もう最高すぎる、この気温といい、12月でこの時間までプレイできて、明日が楽しみです。1日目のご飯はホテルで沖縄を感じたいと思います。これはローソンで買いました。サザンリンクスの近く、車で2、3分くらいのところにあるローソンで買いました。お部屋のお風呂が立派だったんですけど、大浴場があるってこと で大浴場にサウナついてるらしくって、絶対行きたいので行きます。大浴場行ってきました。サウナも入ってきて、すごいさっぱりして、で保湿もちゃんとしました。1日目はこれでゆっくり寝ようかなと思います。明日のゴルフに備えて。じゃあおやすみなさい。2日目の朝です。7時半ですね現在。朝日が最高。気温がめっちゃいいかも。最高のゴルフ日和かもしれん。まだプレイしてる人はいないですね。いないんだってか。まだ準備は途中なんですけど、ホテルの朝ごはんの時間が迫ってきてるので、
とりあえず朝ごはん食べに行こうと思います。ちょっと顔こんなんですいません。サザンリンクスのレストランからはこういう景色です。最高じゃない。今日は午後スルーのプランなのでお昼ご飯これを買ってきました。沖縄限定ローソンで買ったおにぎりと三品茶、美味しそう。那覇市のステーキ屋さんまで来ました。6時半ぐらいに来たんですけどめっちゃ混んでて、混んでてとか並んでて今40分くらい待ってます。ステーキだけじゃ足りなくてブルーシール来ました。楽しみ。沖縄来て2回目です。ステーキとアイス食べて帰ってきました。ビデオでは映んないですけど星がめっちゃ綺麗です。若干曇ってるか。でもいやでも地元に比べたらめっちゃ綺麗です。2日目の夜あっという間です。おはようございます。3日目の朝です。今9時半ぐらいプレイしてる。みんないいな、羨ましい。でも私は昨日最高の天気でプレイしたんで、てか昨日が晴れてくれてマジで良かったですね。じゃあチェックアウトしようと思います。亜熱帯サウナ最高に気持ちいいです。ロウリュのサウナが2カ所ぐらいあって水風呂もあるんですけど、水風呂が氷水なんですよ。キンキンに冷えた氷が入っててすっごい気持ちいいです。で、外気浴もなんかここは1カ所で、まあ何箇所かあって外気浴スペースがハンモック的なやつですごいゆっくりできます。サウナ終わってレンタカー返して空港の沖縄料理屋に来ました。沖縄最後のご飯、美味しそう。今から帰ります。沖縄楽しかったです。最後まで見てくださってありがとうございました。12月とは思えないくらいの気温だったのですごい楽しかったです。じゃあまたね、バイバイ。